皆様にお知らせいたします。まもなく頭会を始めます。皆さん朝礼台の前に集まりましょう。オープニングにあたりましてですね、祭り囃子を披露させていただきます。その後に1曲やった後にですね、ちょっと囃子があるようなので、その後また続けて、2曲披露させていただきます。ぜひ楽しんでください。はい、よろしくお願いします。大変ありがとうございました。それではですね、お笑い農産物祭りの開催にあたりまして、お笑い町長の小谷よりご挨拶を申し上げます。町長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。大変素晴らしい天候に恵まれまして、今日は農産物の祭り、多くの皆さん方朝早くからお越しいただきました。心から歓迎を申し上げますし、また感謝を申し上げる次第であります。この収穫祭、農産物祭りにつきましても第3回を数えることになります。1、2回は上中の地区でですね、夏見の上中地区で、展開をさせていただきました。まあ夏見地区をもっとこう、たくさんの方々においでをいただいて、元気にしていこう、まあ、そういう狙いもありますし、ご案内の通り今第一次産業、農業漁業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。特にその後継者担い手の問題等々を考えますと、これからの農業経営につきましても担い手をしっかり確保していかなきゃならない。まあ都会に住んでる若い人たちは、農村回帰というようなことでこういう地区にですね、まあ移住してもいいという方々が 40% ぐらいおられるというふうに伺っております。私どもの地域、自然の効果がたくさんあって、ビジネス化できるような環境にありますので、まあ、そういうことを生かしてこの地区も元気にしていきたい、まあ、そんな思いでこの多面的な機能を十分生かして活性化を図っていこうと、まあ、そういうことを考えているところであります。で、まあ、今日はそういう意味でいろいろな団体にもご協力いただいて、この農産物祭り、大いに皆さん方に楽しんでいただける一日にしたいという思いであります。また収穫をいたしました農産物をたくさんご用意していただいておりますので、ぜひともお買い求めいただいてお帰りいただければというふうに思っているところであります。もうご案内の通り、この地区に来ましては松川にですね、蛭間の有志の里を作り上げることができました。ご案内の通りラムサール条約に登録をされて、蛭間をやはり自然豊かな中で、そして、皆さん方にご愛顧いただいてまた活性化につなげられるような、まあ、展開をしていきたいというようなことで有志の里も作り上げたところであります。この夏を通じて、徐々にですね、蛭間の有志の方にも皆さん方お運びいただいておりまして、よりまあ活性化を図っていく方策をどんどんまあ強めていきたいというふうに思っているところであります。またご案内の通り、大貫小学校、夏見小学校が統合いたしまして、新たに南小学校を南中学校に建設をして、この教育環境でもですね、連携教育あるいは将来一貫校になるまあようにというような思いで作り上げてまいりました。したがってこの大貫夏見の旧校舎、これを今後どういうふうに活用していくかっていうのを今取り組みを始めているところであります。ご案内と今日は、そういう意味で3回目でこの校舎を使ってですね、お楽しみいただこうという思考を凝らしたところでありますが、皆さん方にまたこういう校舎を使いながら展開するこのイベントでありますけれども、今後どんなふうにこの地区、この校舎をまあ活用して活性化を図っていくかというようなことにつきましても、いろいろとまたご提言いただければ幸いだなというふうに思っているところであります。
大洗町5年通り中学校が2校、小学校2校、いずれも連携を強められるような環境をしっかり構築いたしました。したがって内外にですね誇れる環境であります。先日は大洗中大洗小学校の連携による公開授業が展開できましたし、そしてまた南中学校は南中学校南小学校連携で全国公開をさせていただいたところであります。もう先生方も一生懸命頑張ってですね、毎年この全国公開ができるということは大変我々にとっては大きな誇りでもあるわけであります。まあ、こういうその子育て支援体制とかあるいは教育の充実を期して、ぜひとも大洗町に若い人たちに移住をしていただく、まあ、そういうところを強めていきたいというのも狙いでありますので、ご参加いただいた皆さん方にもよりまたご理解をいただき応援をしていただければと思っております。これからの時代やはり少子高齢化、だんだん人口が減っていくというような環境にありまして、移住定住の取り組みは大洗町におきましても大きな課題になっておりまして、一生懸命そういうところにも力を入れているところであります。どうぞまあ皆さん方に大洗の良さっていうのを熱っぽく歌っていただいてですね、若い人たちを呼び込んで定住をさせていただけるようにお力添えいただければというふうに思っております。したがって今後のまちづくりはですね、大洗一中区を中心として、そして南中学校を一つの核にして、医療ウイングで一つのそれぞれが連携をして共生を強めていく、まあ、そういうまちづくりを強めていければというふうに思っているところであります。特に夏見地区は原子力の研究施設を、まあ、抱えている、まあ、地区でもありますので、こういうまたそういう利点も生かしながらですね、さらに元気な展開ができるように努めていきたいというふうに思っております。いろいろ長話になりました。今日この素晴らしい天候の下で十分皆さん方お楽しみいただきまして、お帰りいただきますように心からご祈念申し上げ、また、この1年大変皆さん方に、お力添えをいただきましたことに感謝を申し上げ、来る年も、皆さん方にまたよろしく町づくりでもお力添えいただきますようにお願いを申し上げる次第であります。どうぞ一つ良きお年を皆さん方お迎えいただきますよう心からご祈念申し上げてご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではただいまより大洗農産物祭りを開催いたします。引き続き演奏をしていただきますのは昇進会の皆さんです。それでは演奏をよろしくお願いいたします。今紹介いただきましたけども、私ども大洗昇進会と申します。まあ、活動的にはですね、地元の八朔祭り、それから、水戸の黄金祭り、それからいつもではないですけども、日沼の反対側に安波祭りってあるんですけども、そちらの方にも参加させていただいております。はい、そういう活動をしながら、仲間たちとこの祭り林を提唱しているところでございます。はい、じゃあぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ひょっとこです。美味しいですよ。
4点もらってる。4点、はい。